太陽の方、エルカンターレへの道、大川隆法。第一章、太陽の昇る時。五、多次元の宇宙。前項で私は人体とそれを包む衣服の比喩で多次元宇宙について説明しました。しかし、比喩はあくまで例えに過ぎないので、多次元の宇宙についてもっと理論的に説明していきましょう。まず、そもそも次元とは一体何なのでしょうか。私たちは三次元にいるという言い方をよくしますが、では三次元とは何なのでしょうか。次元とはその世界の成り立ちをいくつの要素で表現するかといった世界観です。例えば、一次元というのは、点の連続からなる直線の世界です。もし一次元の世界にも住人がいるとすれば、自分と他人を区別する基準は線分としての長さしかありません。つまり、自分は他人より長いか短いかです。したがって同じ長さの住人だとすると、自分も他人も区別がつかないことになります。これに対して二次元の世界とは、縦と横がある世界です。そして縦と横によって決定されるのは面です。ですからこの二次元世界に住人がいるとすれば、ちょうど魚のヒラメのように面のみあって厚みがないはずです。したがって縦と横によって決定される面が同じであるヒラメ人間、形も面積も同じであるヒラメ人間、そうした人間同士も自他の区別がつかないということになります。では次に、私たちが住んでいるこの三次元世界はどうでしょうか。三次元とは縦、横、そして高さから成り立っています。縦、横、高さによって決定されるものとは、いわば形状です。つまり三次元の住人は身長も同じ、横幅も同じ、厚みも同じと、どこから見ても同じ形状でなければ同一人物だとは言えません。ですからこの点において二次元のヒラメ人間よりも複雑な自他の区別があるわけです。四次元世界になると三次元の世界の縦横高さに加えて時間が要素として入ってきます。すなわち三次元世界では同一空間内に存在する事物は同一時間を共有しているのですが、四次元ではそうではない。三次元世界で私たちが握手する人間、接する事物は何年何月何日の何時という同じ時間時点に必ず存在するわけですが、四次元世界になるとそうではなくなるということです。つまりよりわかりやすく説明すると、四次元の住人は例えば握手している人間同士が同じ時代の人間とは限らないということです。鎌倉時代の人間と昭和時代の人間が同じ場所で握手できる、三次元では絶対にありえないことが起こるわけです。ですから、四次元世界では、たとえ目の前に建物が建っていても、その建物が現在建っているのか、あるいは過去にあった建物の
幻影を見ているのかはなかなかわかりません。ただし幻影であったとしてもはっきりした手触りがあり実在感はあります。このように四次元世界においてはそれぞれの人間が持っている時計の針が指し示す時刻は同じではありません。ですから四次元世界で平安時代を生きた女性と会っても当時と変わらない20代の若々しさで現れてくるのです。予知の原理についても同様のことが言えます。つまり四次元世界においては三次元世界で将来起こることもまるで現在あるがごとくに現れてくることが可能なのです。五次元世界になるとさらにもう一つの要素が加わります。ここでは縦横高さ時間に精神が加わり5つの要素がこの世界を決定しています。すなわち五次元世界の住人は自分と他人を区別するためには縦横高さから来る形状が同一であるかどうか同じ時代の人であるかどうかそして精神性の程度に差があるかどうかを基準とするのです。つまり精神性に目覚めた人であること、人間が物質的な肉体人間ではないということに目覚めた人であることが五次元世界の住人の条件となります。精神性の尺度は主として善です。五次元世界とはすなわち善人たちが集まっているところなのです。さらに六次元世界に入ると縦横高さ時間精神という5つの要素に加えて心理知識という要素が入ってきます。つまりこの世界では形状が同じか同じ時代か同じぐらいの精神性を持っているかお互いにどれだけ真理についての知識を持っているかが自他を区別する基準になるわけです。六次元世界の住人となる資格は道徳的な善人でありかつ仏の教えについての知識を兼ね備えている人であるかどうかによります。もちろん心理知識の量には多い少ないの個人差があり、これが六次元世界における段階の差になっておりますが、真理を信じない人は少なくとも六次元世界には一人もおりません。